でどうしたらいいんだってなってました困ってたふう無事に帰ってきましたスプマンテさんお疲れカメさんお疲れニシさんお疲れシュンさんお疲れコカジアさんハートカズノシンさんお疲れ陣内さんお疲れとありがとうスタンプありがとうございますおみかんさんお疲れイクお疲れカズノシンさんくす玉ありがとうよく頑張ったってわー そう、無事に着きました。お、とりあえず全部読んだ。感想文待ってるね。今日は来てくれたありがとう。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとう。あ、そう、みんな今ゆみりんさん出てるので、テレビ見てくださいね。ゆみりんさん、見てください。ゼータ花束ありがとう。え、そう、今日当日券らしくて、で、メンバーも知らなくって。 そうなんですよあのー、メンバーもねも始まる直前ぐらいになんかあるらしいみたいなの聞いてでもあるっていうのは分からなくてで始まってファンの方が「当日券があったよ」って言って知りましただからお知らせができぬままだったんですよ一部のメンバー千穂さんはしてたんですけどね私は知らなくって「あったんかい」って おみかんさんありがとう今日からメール取り始めましたあ今日はなんかいっぱい送っちゃいましたでもあいこほどではないあいこ今日はなんかいっぱい送る日みたいなツイートしたからびっくりびっくりさだおさんお疲れこんばんはそう当日券あって新しいんですよ来週も多分今日の衣装だと思いますじっくり見てください えたくさん人来てくれたよでもあのやっぱ千穂さんすごいなと思いましたもう早く終わったわずっと誰も来なくて待ってる時間あったけど千穂さんずっと人が来ててすごい「陣内さんタワーありがとうタワーありがとうございます俺ここ家に着いてさ うん、すぐだからなんかめっちゃ汗汗しててやばいってなってえしかもね今日本当は本当は帰ってくる予定の新幹線より少し早いやつに乗ったんですよなのに遅れたんですよ <laughs> 早い便に乗れたのにね30分ぐらいなのに遅れちゃってびっくりですおかしいなぁ こんんばは今日はありがとうございましたそうなんですよ大変だったわもし今新幹線から見てるよって方がいたらねあの充電とか大丈夫かなパセの配信毎日してるから充電優先してくださいねでも暇だろうねだから見ちゃうよね でも電波はきっとないよね。優先してね自分の安全も福ちゃんお疲れごくありがとうそういう人さんそうなんですよゆみりんさんがテレビ今出てて皆さん見てくださいねゆみりんさんは鉄道のね そう鉄道で出てますよ <laughs> 私がこんな新幹線にいっぱい乗ってましたって話をしてる間にエメリンさんは新幹線とかの良さを伝えてるわけですよ見てくださいねあの衣装を近くで見れるのはなかなかのレアでございました持原さんレインボースターうっかりやんこさんお断りです。 あのね、昨日ね夜ホテルでちょうどあの、再放送かな「沼にハマって聞いてみたの」のあのー、再放送でディズニーの特集みたいなしてたんですよ。中学生か高校生ぐらいの女の子がミッキーマウスの手が好きすぎて手の描き方の研究をしてますみたいなのをちょうど再放送でやっててそしたらそこでゆみりんさんのねお知らせも出ててあ 明日やってそうあの衣装全然着れないからさ最近アダムダンさんありがとうスタッフありがとうこちらこそありがとう来てくれてスイパラでほうじ茶ルって2杯飲みましたえ他にも飲んでましたよねなんかいっぱい食べててびっくりしましたすごいね胃袋びっくりよ スタカードありがとうこちらこそありがとう来てくれてさと子さんありがとうスタッフありがとう本当にあのスイパラもチェックしてください <laughs> もうね本当に焦って帰ってきたやばいってみんなを待たせていると思ってでもさメールにかけないじゃん新幹線の中にいますとは。 プライバシーというかちょっと危ないからね防犯上良くないから書けないじゃないですかだからねこういう時はどうしたらいいんだと思って汗汗してた「祐太んお断りですおみかわ様お断りです」えー、サーヤのカレー美味しそうだよね 食べたいでもマイキューさんのラーメンも食べたいんだよね食べたいすぎるオムライスおいしそうでしたねパセが食べたやつねちゃんとパセリカツしてて安心しました原宿のオムライスあそこね入るの緊張した え、スイパラご飯系あるんよパスタとかポップコーンとかはなんかしょっぱい系もあるしあと何かねポテトみたいなんかポテトみたいなんだっけしょっぱいやつあるよね何だっけお腹が鳴っちゃうねお腹がすいたんです私は夜ご飯をね新幹線にいたからね食べてないわけですよお腹が空いております 多分今日はいいいっぱお腹になると思うけどよろしくお願いしく願ますでもアイスは食べましたとりあえず家に着く前にスーパー寄ってアイスだけ買いました糖分補給しないともう脳みそが大変と思ってとりあえずのアイス2個夜ご飯はねそう夜ご飯なんですけどね ちょっとままた明日メールで言いますね私がなんでこんな汗汗してるかコラボメニューのフードは入店時オーダーのため行く前に予習しておいた方が良さそうあそうなのみんなスイパラのメニューどれにするか決めといた方が良さそうみたいですでもたくさん食べれる人はたくさん頼,め頼んでいいと思いますでももう胃袋が本当に小さくて もう僕は食べきれないよパセリパセリみたいに胃袋は強くないんだって人は決めとくのいいと思いますねこんばんはえこの後食べようと思ってるんですよだから汗汗してるんですよお腹空すいた。 ありがとう。そんなに食べ嘘嘘だ嘘だ楽しかっためっちゃあの距離が近かったです想像以上にあとね朗報があってあ朗報いやこれ言わん方がいいかなパセリレーン みんなパセリレーンに来る人だからちょっと言うか悩むんですけどあのメンバーのそれぞれの個別レーンになってるので隣のメンババーにバレる心配が一切なかったです声で「誰々さん!」って言われない限りありバレる心配がなくてそういう DD の方にもってこいのイベントでしたでもこれを言うとパセリ推しの人が誰かのレーンに行っちゃうからちょっと言うか迷ったんですけどねそう 朗報です隠れてましただから孤独だったんですよファンの方が来ない時間さ孤独で,で私のレーンがなんかマネージャーさんが「尾崎の,のレーンだけクーラー当たってないけど大丈夫?」って言われて「<laughs> そんなことある?」と思ったらちょうどなんかその視角みたいなクーラーからの視覚みたいになってて風が来てなかったらしくちょっと気づかなくて。 いはくささありがとうしんいちさんお疲れお話も結構できるあのでもねあのパセリが私が書いてる間喋れると思うじゃないですかだからゆっくり書いてると思うかもしれないけどあのお時間ですすがありますちゃんと時間は決められてるから私が途中だろうと容赦なくあのお時間ですは来ちゃうのでだから私がゆっくり書こうが書かないが。 時間は時間なのであのパセリのさじ加減じゃないので安心してくださいなんであのファンの人は長いのに自分は短いんだとかないのであの平等です平等でございますこんばんは剥がしでも剥がしも優しい剥がしでしたよ お時間ですみんながねだってみんなね「お時間です」って言われる前にバイバイって帰っていこうとするのだから「まだ大丈夫だよ」ってなってた「こんばんは」待ってますね来週広島で2枚出すかループするか迷い中えー、確かに。 迷うな今日の感じ迷いますねでも2枚だと名前書いてもらえるんですよでもループするのも確かにしゃべれるしね難しいねサインありがとうこちらこそありがとう無事に帰れたでしょうか緊張した嘘あやばい声が枯れてきました <coughs> 話すこと決めとくのが良さそうな感じだった。よえどうだろうね広島当日券あるかな今日はあったんよね。あそうあのおはお渡し会ポストカードを私が渡すんですよそしたらそれもらったらあの履けるとき出ていくときに本をもらえるから。 本をもらえるというか本がメインなので皆さん本を忘れずにもらってくださいスタッフさんから受け取ってくださいあのわ、ー、かりましたか <laughs> ついてくるとかじゃなくてもう本を皆さん買ってるんですわかりましたかそう袋に入ってるのでエコバッグとか持ってこなくても袋に入ってますよだから持ち運びはしやすいと思いますよろしく広島は8日です8日だよよろしく そう忘れてる人結構いたよね私も見ました忘れてんなと思いながら見てました大阪の広さんお断りですいやタワレコの袋あどうだろうね今日はね白だったけど蔦屋さんだからねどうでしょうね確かにあ,あそっか広島の人もう受け取ってるじゃんそうじゃん言ってたね受け取るためだけに広島に行きましたって方いました そうでででししたたそうさんお断りですそう結構重さあるから気をつけてね今日たくさんいろんなとこ行った人とかうえー、おなかすいたみんなの夜ご飯なんですか 何ですかラーメンかわらそばえ広島で買って今見てるよをじっくり読んでくださいね。カカレレーーいいねカレー そうめんにレトルトカレーをかけるは初めて聞いたそのメニューカニクリームコロッケ生姜焼きマグロ丼スープカレーよカレー多いですね塩焼きそばとケンタッキーラーメンとメンチカツ肉じゃがラーメンきラーメンとカレー多い夜ご飯は,はスイパラは最高餃子と白米焼き鳥冷ややっこ冷ややっこ足りますかインド料理屋さんのり弁 ほうじてあ飲んでくれた美味しかったお刺身4食丼冷や,やこ冷や,やこも人気だねあ冷やこおさにめ冷やこ暑いからね人気だねたこ焼きエビ,リエビ焼きやん焼き肉うどんうどんあうどんも人気マック天丼としあさんバラありがとううどん シェーンさんハートありがとう。生パセリやばかったまた来てね」っていうの現場も。待ってるからね。ブラックモンブラン湯豆腐麻婆豆腐にすればよかったあ暑いよでも。シェーンさんハートありがとう。隣のレーン見る余裕とかじゃなくて隣のレーンは見えないようにもう完全シャットアウトでした。一切何も見えません。 人影ぐらいあの隙間下のなんかついたての下の隙間で足の影が見えてあ隣のレーンは人が来てるけど私ううってなるぐらいでした <laughs> だから誰が言ってるかとかは分かんないからそういうあの監視みたいなことも特意なくただ孤独と戦う感じでした黒さんアイスマチャルさんお断りです お断りですおみかんいちんさんおつれかずのしんさん尊い手巻き手巻き寿司いいねマグロアボカド丼わん美味しそうボスは何食べるかまだわかんないですしんいちさんお断りです えー、嫌な気分になる方なかったなかった全部素敵な写真でしたありがとう亀子またあの,あの無理にとは言いませんのでぜひ撮ってください疲れちゃうよねきっと亀子さんってカメラ持ったりしてだから気が向いた時にでもまた撮ってくださいありがとうえー、お腹すいたぴー もうさもうほんとうさもう本当にさ本当に帰ってこらないかと思ったのだって「えっ?」って6時何分に着く予定が全然着かなくて8時過ぎてて「あもう私はもうここで寝るんだ」と思った「ここでもう沖さんと寝よう」って「おきさんいるからもうここは楽園だ」と思ってもうね そういう気持ちでいたけど無事に今家にいるからよかったよかっためでたしめでたしねおみかんさんアイスありがとうおいしょらって飲んでねよろしくねそれも良かったんではそうだねそれもよかっただろうねえ確かに2部のメンバーそうだね 2部のメンバーたちは無事ですかマイケルさんヤ,ヤンヤンあかりんさんおきちゃんが撮った写真をとめすぎてえ笑ったえっかわいいっしょあれかわいいでしょほう,ほう,ほう今日は C 席でした でも聞いてくださいよ。c 席だったんですけど、b 席の方があのめっちゃこうやって肘を両方に置くタイプでで足も開いてるタイプでうん。ここにずっともうずっと肘が。c 席の3分の1ぐらいはもう b 席の方の陣地だったんですよ。で <laughs> ああってなってで、それが東京から大阪までとそれだったので。は 大阪で降りた,降りたからあ広くなったと思ったらあの遅延が始まって <laughs> そうそうなんですよ今日はねいろいろとありましただからきっといいことがあると思いますアイス2個食べれたしはいいことがあったよ 自腹だけど <laughs> 出費してるけども <laughs> いや本当にえそう大阪からが長かったそうなんよ新大阪に着く直前で一回止まって新神戸の直前で止まってみたいな岡山の直前で止まってみたいなもう小刻みでした小刻み小刻みこかじわさんハートありがとうありがとうございます 今日はチョコモナカジャンボとジャイアントコーンの黄色でした <laughs>。昨日と同じメニューです。新幹線のやつ食べてない。あの遅延し出題ともう来なかったです。お姉さん。スケモンさんバラありがとう。今月もよろしく。ろよろしくお願いします。わあ、お腹空いたよ。ちょっとタワーのお礼書く。ちょっと待ってて。 もう5時半もう1日終わるのあっという間じゃんねお昼にさイベント終わったのにさもう夜だもんびっくりぱっ,くりびっくりパちゃん意外と声大きいいや私声うるさいよ <laughs> 私声うるさいからあのお話し会の時に。 あのパセリーが話した内容後ろまで聞こえてて恥ずかししいって言われましたこの前福山の時にごめんなさいすいません <laughs> 多分今日でかかったと思うえ今日マイクとかなかったよえそうだよショールームの時と違うからねショールームの時はもう「ウーで魂抜けてるからもうみんなに心を許してさ喋ってるから。 こんななんかなャーなーみたいな喋り方なんですけど <laughs> お話し会の時はギャー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 言うてますマイクありかと思った <laughs> そんなでかくないでしよ。そんなでかくないあっちゃんさんありがとうねお久しぶりだったねありがとうね来てくれてそうよ いやーって喋ってるかムックボン読みました泣きました泣いたのよしよし涙を拭きな塩分大事だよこの時期はね三3日連続パーお,おそりゃ楽しみだねモチベだねと私も頑張らなきゃ今日食べ過ぎたんですよ恐ろしい しかも今から夜ご飯食べるし恐ろしいちょっと頑張るねおずさんお疲れ10個しんいちさんハートありがとうおずさん花束もありがとうこれからドライブ行ってくるえそれは普通のドライブですかパジャドラとかじゃなくて公園に行くとかじゃなくてガチのドライブ気をつけるんだよちゃんとあの門限までに帰ってきなさいよ 分かった門限はじゃあ今日の門限は11時にしますので11時までに帰ってこれるの黒さんタコありがとうあのあと今まで仕事え大変ありがとう来てくれて忙しい中おみかんさんラブレターありがとうトレイルランニングの体育なんだそれは 頑張ってちょタワーの俺書くからちょっと口と手がね両立できないタイプだからちょっと待ってねあそう明日研究生のツアー始まるのでみんなチェックしてくださいねチェックしてよねー懐かしいねツアーとか研究生ツアーえー、何色に書こう なんだあ、今日はえちょっとみんなに見せびらかしたいものがあるタワーの例見せます。バンジンさんタワーありがとう。今日は会いに来てくれてありがとうございました。ループもありがとうございます。またあのイベントとか公演とかでも。 いつも来てくれてるけどまた今年もたくさん会いましょう今年もじゃない下半期もありがとうございますありがとう今日さ本名で書いてほしいって方がちらほらいてびっくりでしたやっぱねお紙面に目の前で書いてもらえるなら本名を書いてほしいってなるよねありがとうございましたちょっとみんなに見せびらかすもの見せびらかしたらショールーム お,おやすみななさいしようかなもうお腹すきすぎてねえでも今日ねえ今日めっちゃ可愛かったんですよなんか今日の髪型めっちゃ可愛かったんだけどもう湿気でボソボソになっちゃいましたまあツイッターの写真を見てもらったら綺麗な状態のパセリおりますのでクロさんラブレターありがとうちょっと待ってで持ってくるけんよっこいほいほうよいしょ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  みんな見てくれみんな見てくれパセリの最近のイチオシの広島土産でございますじゃんじゃじゃーんじゃーん今日帰りにね駅で買いましたじゃーんじゃーん でもこれしかなかなった最近発売されたあのデーツのデーツが入ってるやつなくて普通のやつしかなかったこれめっちゃ美味しいんですよ。これはあの前もね23回ぐらいショールームでおすすめしたんですけどもみじまんじゅうで有名な錦戸さんから出ている「新・平家物語」アンバターです。 だからあのもう本当に有名だからねここのお店んじ饅頭で生地も美味しいしあんこも間違いないのでこれは本当に美味しいんですよ私はいつこれにハマったかっていうとあの「広島未来バトン」っていうイベントがあった時に差し入れでいただいてハマりましたとっても美味しいので是非食べてみてくださいこれは今日は食べません広島駅で買えます是非ゲットしてみてください アンバターアンバターは間違いないからねじゃーん直営店でしか売ってないえダメなの広島駅のさあのお土産のちゃんと中のとこ行ったけどダメだったそれじゃダメなのあの新幹線口出てあの上のとこのお土産売り場のとこちゃんとカウンターみたいになってるとこで買ったけどそれじゃダメなの ジロ、えーくんハート100個ありがとうあそう山中校のタイムテーブル出てますでも私はあの電波が悪くて開けなくていいねだけ押しときましただからいいね欄見てくださいちょっとこれから私もチェックします画像がね電波が悪すぎてね画像がねずっとなんかモザイクだったんですよガビガビのやつしか見れなくてだから ちょっと見といてください <laughs> 私もチェックしますこの後ちゃんとそうタイムテーブル直営店あるの近くにえじゃあそこで行ったら買えるのかじゃあ今度買っときます今日はこれ開けません開けない食べるときに開けますまた紹介しますメールでも写真撮っとくちゃんとではでは 終わろうかな短いけど、今日は朝配信もね急遽やったんですよありがとうございましたありがとうちょっともう今日はお腹が空いたので終わります自由気ままだ今月はたくさん配信したいと思っているのでよろしくお願いしますねたくさん配信したいと思ってるのに初日からこんな感じでドタバタ まさかのハプニングもあってちょっと自分的に納得がいかないんですけどもまた明日以降取り返していこうと思いますのでよろしくお願いいたしますお疲れ様今月もよろしくメール取ってください取ってるかみんな <laughs> いつもありがとうございますメール読んでくれて 本もいっぱい読んでくださいでは終わりたいと思いますありがとう来てくれた方もありがとうございましたイベント配信で待ってたよって方もありがとう遅くなってごめんね申し訳ない私がね走って帰ってこれたらよかったんだけどちょっとね待たせてしまいましたね、えー、じゃあ終わろう 新幹線で読んでます気をつけて帰るんだよではいきます十三位コカジアさん十二位ジロ君十一位ジュノラゴさん十位カメさん九位クロさん八位フクちゃん七位おみかんさん六位カズノシンさん五位あっちゃさん四位マチャルさん三位ゆうたくん2位おずさん一位ジンライさん ありがとうございますありがとうそれでは皆様また明日会いましょうバイバーイありがとうみんなちゃんと備えておくんだよちゃんと備えてから寝るんだよ雨とかね怖いからねおやすみなさい 拜拜。Bye bye.